はい、どうもどうも、日暮しの松です。今回はオオクワガタを割り出しじゃなくて掘り出していきたいと思います。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9 と9匹いるので、まあ予定では、これが無事成虫になっているかどうかをちょっとやっていきたいと思います。はい、では掘り出していきたいと思います。まずこれから、糞がちゃんとありますね。あれ、いない？すごい硬いっす。あ、いた、いました。オオクワガタのメスです。やっぱまだ挟む力というか、あれの力が全然ないですね。ここに入れときます。はい、やっていきます。次はこいつです。これ絶対多分下の方にあるん でこれ幼虫だな。これ見えるんですけど、ちょ、これは開けないでおきます。うん、幼虫だ。やっぱこう個体個体で全然違うんですね。で、もうこれはもうまずゼリーカップじゃない、プリンカップみたいなのを育ててるんで、全然大きいのは生まれないです。多分ちっちゃいのが生まれるんじゃないかなって思ってます。あれ、いない。これもいないのか。あ、いた。え、ちっちゃすいません、ちょっと声大きくなっちゃったんですけど、見えますかね。これコクワガタじゃねえかってぐらいちっちゃいんですけど、これオオクワガタですよ。ちゃんと線が入ってるじゃないですか。もうこれオオクワガタって言わないですよね、これ。ちっちゃ。まあいいや、いっと。はい、次はこれでーす。あ、なんかこれはちょっと菌糸入れたやつなのかな。なんか他とあれが違います。この下？あ、いないっすね。これはダメだったんですかね。お、いた。お、これはまあまあでかいですね。メスです。あ、計測とかは後でやりたいと思います。またメス。てか3連ちゃんメスなんですけど。別にメスのフォルムは好きだから全然いいんですけど、まあ、そろそろオスも見たいですね。はい、メスです。今のところ、まあ、1匹幼虫だったんですけど、3匹ってか、まあ、全部生きてましたね。よかったです。次はこれやっていきます。まあ、これ実は見えてたんですけど、これは多分オスです。やるとオス、ちっちゃい。これみんなに怒られるんじゃないかなっていうぐらいめっちゃちっちゃいオスが生まれました。見えますか、こんな感じです。なんかヒメオオクワガタみたいな感じになっちゃいましたね。まあこれもちょっと後で計測したいと思います。いや、嬉しいですね。こう全部というかちゃんとなってくれてて、今のところは。じゃあこれを開けていきます。お、これもオスだけどちょっとまだ赤いですね。これあんま触んない方がいいのか。はい、こんな感じです。これもちっちゃいな。またちょっと赤いですね。ちょっと早すぎたかもしれないです。いや、ちょっと申し訳ないことをしちゃったな。よいしょ。すごい、今日すごい暑いんですよ。いや、全部死んでたらどうしようとか思ってたんですけど、ちゃんと生きてくれてて嬉しいです。よいしょ。今回はほぼノーカットでいきたいと思います。
この中古ボトル10円でやったやつです。全然出てこないですね。あれ、これでちょっと掘り出していきたいと思います。いやでもまさかこんなちっちゃい個体が、もうオオクワガタじゃないですよね。オオクワガタです。まあまあでかいメスです。やっぱ歩き慣れてない感じがありますね。では、これか、次はこれをやっていきます。これもただでかいボトルに入れただけです。ではカット。はい、出せました。またちっこいオオクワガタです。いやなんかもうちょっと菌糸用意してやればよかったですね。ちょっと傷もついちゃう。あ、でもこれ模様なのかな。まあ、こんな感じです。でも今のところ一番大きいあれです、オスです。では最後にこの菌糸、もうなんか全然菌糸じゃないんですけど、菌糸がもう枯れちゃったっていうのかな、これはのやつを掘り起こしていきたいと思います。はい、最後の菌糸のやつだったんですけど、こいつだけ唯一カビが生えちゃってましたね。菌糸ってよく分かんなくて、こう交換しなきゃいけなかったのかな、多分それをちょっとやってなかったんで、これだけまさかのダメでしたね。結構大きく幼虫になってるんですけど、カビが生えててちょっと見せられる状況じゃないので、ちょっと見せられないです。ちょっと残念ですね。ちょっとミスりました、完全に。まあ9匹のうち1匹死んでしまって、であと1匹は、なんていうんだ、まだ幼虫だっていう感じになりました。では最後に見せたいと思います。はい、では長さを測っていきたいと思います。ノギスとか僕持ってないので、そこのところよろしくお願いします。ではまあちょっとあまり動かない楽に測れるメスからやっていきます。あまりこう土のないところであれさせたくないんですけど、だいたい4センチ、4センチぐらいです。よいしょ、コクワガタですよ。こいつは 2.3 センチです。このメスだいたい 2.3 センチです。いやもう比べると分かりますよね、これ。なんでこれが大人になったんだみたいな、大人というか成虫になったんだみたいな感じなんですけど、この超ちっこいオスです。 4.5 センチです。女子じゃない、メスにちょっかい出さないでねという感じです。そしてこのでっぷりしたメス 4.5 センチです。これと同じですよこのオスといやちょっと面白いですね。まあこんな感じでちゃんと足もあっていい感じのメスが生まれました。これがまあ親ぐらいですかね。ちょあんま動かないでほしい。はい、このオスです。うん、 5.2 とかですかね。ちょっとあれを開いちゃってるんでちょっと分かりにくいんですが、はい、ラスト一番大きかったオスです。どうだったっけ。こいつが、まあ、約6センチって言おうとしたんですけど 5.5 ですね。 5.5 センチです。あーやっぱ動きがあーって感じですね。はい、あれ、あとメスが1匹いましたよね。あ、いた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 、いましたいました、こいつです。はい、4.5 センチ、 4.5 センチです。最後のメスは、はい、できました。
こんな感じで、ちょっとかわいそうですね、こいつ。こいつだけ土の上を置いてあげます。まあこんな感じで、まあここにはいないんですが、7匹、オオクワガタが生まれました。オオクワガタって呼んでも、なんかオオクワガタって言ってるとちょっとグッサンさんに怒られそうなんですけど、こいつらの親が、はい、こんな感じです。全然違う。あ、でもメスが唯一、このでっかく生まれたメスが同じぐらい。でもこっちの方がでかいですね。お母さんの方がでかいです。で、もうオスはもう、はい、こんな感じです。ちょっと今歯が変な感じになってるんですが、まあ、こんな感じです。7いってないか。そうだ、65ミリで買ったんです。これ65ミリです。一番大きくても52ミリなんで、これより2センチ小さいです。で、やっぱ体高が厚いですね、こう見るとこいつらに比べて。もうなんかでもこれ結構いい形してますよね。これはちょっとなんか本当申し訳ない気持ちでいっぱいなんですが、まあこいつですね。いや、もう最大サイズは絶対無理だと思ったんで、最小サイズを狙いに行きました。オオクワガタの最小サイズっていくらなんだろう、ちょっと調べてきます。はい、調べてきました。だいたいオスが35とかで、メスはあんま乗ってませんでしたね。メスは多分これ 2.1 ミリ、これギネス級なんじゃないんでしょうかね。逆ギネスで、こいつが何だったっけな。でも 4.5 ぐらいあるんですね。まあでもコクワガタよりちっちゃいってことですね。はい、まあこんな感じで、まあ、こいつらメスとかはこっちに入れて、オスはでかいカゴに入れておきたいと思います。プレゼント企画でしたね、そういえば。一応ちょっと聞きたいんですが、この中で一番大きいのがこいつなんですよ。で、まあメスは多分皆さんどれでもいいと思うんですけど、オスのなこの、じゃあ今名前をつけるんで、これチビスケ、これがチビスケで、こいつがチュウスケで、こいつがオウスケ、あ、オウスケっていうとあれ、まあいや、それ、まあそんな感じなんですけど。このチビスケ、チュウスケ、オウスケの中で、チビ、チュウ、ダイ、オウなんですけど、これの中で一番欲しいサイズを、欲しいというか欲しい名前を書いといてください。でメスはそれを見て決めるのでお願いします。ではよろしくお願いしますね。プレゼント企画なんで、まあ来なかったらちょっと、まあただ僕は泣くだけなんで大丈夫です。まあ次回また詳しくやるので、その動画も見てくれると嬉しいです。今回長くなっちゃったんですが、オオクワガタの割り出し動画でした。ありがとうございました。さよなら。